ポルトガル領ティモールティモールポートゲイスポルトガル領ティモールの一ポルトガル領ティモールはかつて東南アジアにあったポルトガルの植民地現在の東ティモールに相当する1515 15年から1975年まで存在しこの間ポルトガルはティモール島をオランダ領東インドと分割して統治していた最初にこの地域に到来したヨーロッパ人は 現在のポンテマカスサル付近に着いたポルトガル人だった。1556年にはドミニコ海の修道士がリーファウの村を建設した。1702年、ポルトガルはアントニオ・コエイリオゲレイロを最初の総督としてリーファウに派遣し、リーファウは小寸で列島におけるポルトガル保護領の首都となった。初期の頃はポルトガルによる統治は完全には行き渡らず。 特に内陸の山岳地域で顕著であった。また、ドミニコ海の修道士や後からこの地域に、進出していたオランダ、そして原住民たちが統治に反対を唱えた。このため、総督が実際に統治できたのは主にディリに限られて、しまい、その他の地域については現地の部族長に頼らざるを得なかった。19世紀後半まで、ティモールは公益書のような、軽んじられた扱いを受け続けた。 インフラ整備や保健衛生、教育に対する投資は最小限に抑えられていた。この間、白弾が主な輸出品として経済基盤を支え続け、19世紀半ばにはコーヒーが重要な輸出品となっている。ポルトガルの法律が適用された地域では防制と搾取が行われる傾向にあった。1767年、ティモール島の残りの部分や周辺の島々を 植民地としていたオランダが攻撃を行い、首都をディリに動かさざるを得なくなった。ポルトガル領ティモールとオランダ領東インドとの協会は1859年のリスボン条約によって正式に決定された。さらに最終的な協会確定が1916年にハーグで行われた。この協会は現在のインドネシアと東ティモールの国境線としてそのまま残っている。 20世紀初頭、ポルトガルでは、本国の経済が弱体化したことから、植民地から富をさらに搾取するようになった。第二次世界大戦では、中立の立場を取っていた、ポルトガルであったが、1941年12月17日、ポルトガル領ティモールは、日本軍による利用を警戒したオランダ軍と、オーストラリア軍に保証占領された。ポルトガルのアントニオ・サラザール首相は、 イギリスに対し抗議し、12月19日、ポルトガルの議会でイギリスへの球団演説を行った。1942年2月20日、日本軍が、ティモール全島を占領した。リリの守備に当たっていた。連合軍約1300名の大部分は山中に逃亡し、ポルトガル軍は日本軍に対して抵抗しなかった。以降、ポルトガル領ティモールも事実上は、 日本軍の統治下になった。1943年前半まで連合国軍がゲリラ戦を展開し、ティモール現地人の一部も両陣営に分かれて戦闘した。1944年6月、ポルトガルのアントニオ・サラザール首相は日本に対し、ポルトガル領ティモールからの日本軍撤退を正式に要請した。多数の日本軍が駐屯する一方で、1945年に入ると、 イギリス軍やアメリカ軍、オーストラリア軍などの連合軍による海上封鎖が行われたため食料を不足となり、飢餓や戦闘で4万から7万人のティモール人が命を落とした。1945年5月、日本とポルトガルとの間で、ポルトガル領ティモールからの日本軍撤退の交渉が開始された。第二次世界大戦が終了すると、ティモール島西部を含むオランダ領東インドは、 独立戦争を経てインドネシアとして独立を果たした。一方、ポルトガル領ティモールは1975年に東ティモール民主共和国として独立宣言を行った。しかし、同年インドネシアが侵攻し併合を宣言した。国際連合はこの併合を承認しなかった。最後のティモール総督は1974年から1975年までの 間に勤めたマリオ・レモス・ピレスだった。1999年にインドネシアは撤退し、2002年に東ティモールは独立した。植民地時代の後期、ポルトガル・エスクードと連動するポルトガル・リョ・ティモール・エスクードが1975年まで通貨として流通していた。インドネシアに併合された後アルピアが使われた。ありがとうございます。